サワディーカップ RTC のぶーです。皆さんペイペイでポイ活してますか？ 40% 還元別動画ですが、毎日2月の第1週目はペイペイで 40% 還元の恩恵を受けてご飯を食べてます。そちらの動画とはちょっと別に、今回はすき家の牛丼、他も多少参考になるかもしれませんが、すき家の牛丼でこちらスキパス購入しました。スキパス購入すると70円引き、1個70円引きになります。そして一度に買えるのが3つまでです。3つまで購入できて70円引きになります。もともと200円っていうのはかかってしまってるんですが、そちらはちょっと置いといて、単純に70円引きになるっていうことを考えると非常にお得だと思いませんか？なんとこちら牛丼ミニですが、ミニが290円、そちら70円引きで220円、そしてこちら牛丼中盛り、こちらが480円、70円引きで410円です。そして疑問に思ったのが、これ2個買うとスキパス2個分割引になるんで、なんと140円引きになります。290円2個で580円ですが、140円引きになってなんと440円です。こちらは70円引きになって410円です。こっち2個の方が30円高いんですが、こっち1個買うのとこっち2個買うの、どっちがお得なのかなと思って、ちょっと重さの方測ってみたいと思います。多少ご飯とか牛丼の具材を盛るときに誤差は出てくると思うんですけれど、毎回 1g 単位でぴったしっていうわけじゃないと思うんですが、一体どれぐらいの量なのかっていうのを調べて、お得度をちょっと考えてみたいと思います。それでは早速こちらのミニサイズ測っていきます。こちらのお皿に移し替えながらいきたいと思います。最初にここでご飯のスタイですね、いただいたお箸を使わさせていただいて、よいしょ、すき家の割り箸ってこんなめっちゃ割れやすいんですね。こんな割り箸なんですね。割れやすかったです。そんなことはさておき、測りたいと思いますが、同じ形にしたいのでまずこっちにちょっと避けます。よいしょ、多少こちらにご飯が入っていたり、こちらに多少残っているのはご勘弁を。しかも汁分があるんでちょっと量増えてる気もしますが、今 0g、 ご飯の量何 g でしょうか。よいしょ、ガバ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 、はい、ご飯の量が 211g でした。そしてこちらを足すと 62g 増えて 273g でした。それでは今度こちら中盛りいきたいと思います。同じくちょっとこちらに避けます。はい、ということでお肉とご飯に分けました。結構な量ですね、こうやって見ると。お肉、それではご飯の量測りまーす。こんな器になってるんだ。あ、やべ、こぼした。よいしょ、救出成功。なんかこっちの方が梅雨だくな気がするな。よいしょ、はい、ご飯が 307g です。それではこちらの上にお肉乗せたいと思います。今 306g です。お肉乗せます。よいしょ、お皿ちっちゃかったかな。よいしょ、はい、ということでこちら 440g になりました。結果はこちらです。ミニのご飯、ミニですね、ご飯が 211g、 そして具が 62g、 中盛りがご飯 306g の具の量が 134g でした。いかがでしょうか。ということで牛丼のミニと中盛り量がこんな感じになりましたが、今度は大盛り行ってみたいと思います。実は、あ、汁がこぼれた。洋服変わってますが、翌日です。ミニと中盛りだけだとなんかいまいちこれが得だっていうのが判断つかないなと思って、こちらの中盛りと同じ値段の大盛り、中盛りは大盛りより肉の量が増えてご飯の量が少ないっていうのが中盛りです。なので大盛りは中盛りよりお肉の量は減りますが、ご飯の量は多いです。なのでちょっとこちらも量測ってみたいと思います。ということで再び昨日と同じ器ですが、こちらで測っていきたいと思います。
まずはこちら、牛丼のお肉、避けます。よいしょ、よいしょ。全然肉の量違いますね。見たからに違うな。それではこちらにご飯入れていきまーす。ドサ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 。昨日はご飯が少なくてお肉が多いから中盛りってすごい梅雨だくになってた感じがしたんですが、そらそうですよね。そうなりますよね。これなんかミニと同じような感じの梅雨のつき方ですよね。大盛りは。よいしょ。ご飯でほぼほぼこの丼がいっぱいになりましたと。よいしょ。はい。できました。こちらご飯が 383g。一粒変わらないね。そしてここにお肉を乗せまーす。よいしょ。よいしょ。よいしょと、よし、乗りました。はい、結果 469g。なのでお肉の量が 86g です。ということで、こちらのミニ、中盛り、大盛り、実測してみましたが、振り返ってみます。こちらのミニ、ご飯 211g、お肉 62g、合計 273g でした。そして、中盛り、こちらがご飯 306g、お肉 134g、合計 440g でした。そしてさらに、大盛り、こちらの大盛りは、ご飯 383g、お肉 86g、合計 469g でした。ということで、この量とお値段を踏まえて、一体どれを頼むのがお得なのかっていうことを考えてみましたが、なかなか難しいです。難しいんですが、今回の実測値で言うと、こちらのミニのお肉の倍の量が、こちら中盛りでした。でも、ご飯の量は倍までいかないので、こちらのミニ2個を頼むより、こちらの中盛りの方が若干ご飯少なめです。とは言うものの、お値段で言うと、そもそもこちらのミニ2個の方が、スキパスを使っても440円。こちらの中盛りはスキパス使うと410円。こちらの方が30円ぐらい安いので、ご飯をめちゃめちゃ食べたいっていう人はミニ2個買ってもいいかもしれませんが、普段に中盛りを頼むのがいいのかもしれません。そしてミニ2個頼んで大盛りに対抗できるかっていうところですが、ミニ2個のご飯の量が大盛りと今回ほぼ同じでした。少し少ないですが、ほぼ同じと考えてもいいかもしれません。しかしお肉は全く2倍に届きませんでした。なので30円ぐらいちょっとこっち2個の方が高くてもいいかなと思ったら、もしかしたら2個大盛り頼むよりはいいかもしれません。しかし、あるブログで公式の発表ではないですが、それぞれのサイズでご飯、お肉の量を書かれているブログがありました。概要欄に URL 載せときますが、そちらの情報によると、実はミニのご飯もお肉も2倍の量が大盛りだそうです。公表されているカロリー差はぴったし2倍じゃないんで、若干怪しいデータではありますが、そういったことのようです。もしそれが本当であれば、今回ちょっと大盛りのお肉の量が少なめだったなっていうのが印象です。それはさて置いておいても、そのブログが正しければ、ミニ2個頼むのとこちら1個頼むのが同じ量なので、やはりミニ2個頼んだ方が30円高いので、無難に大盛りを頼む方がいいかもしれません。なので、こちらの3つの比較で言うと、ミニ2つっていうのはあまり無意味で、無難に中盛り、大盛りをお肉いっぱい食べたきゃ中盛り、ご飯もお肉もいっぱい食べたければ大盛り、そういった注文の仕方でいいんじゃないでしょうか。そして最後になりますが、タイトルに書いた特盛りを頼むなっていうところですが、これはある程度しっかりした事実に基づいてます。今回は特盛り頼んでませんが、メニューに以前書かれていた、今のメニューにちょっと書かれているのか確認するの忘れてたんですが、特盛りのメニューのところに並盛りに比べるとご飯大盛りお肉2倍って書いてます。なのでお肉は2倍の量あります。でもご飯は大盛りって書いてるっていうことは2倍の量ないと思います。そして先ほどの言ったブログに掲載されているのも、確かにお肉は2倍なんですが、ご飯は 1.4 倍ぐらいしかないです。そして値段なんですが、並盛り1個が350円、スキパス使うと70円引きで280円になります。
特盛りは1個630円。スキパス使うと560円です。並盛り1個280円。実は2個頼むと、特盛りのスキパス使った値段と全く同じ560円になります。並盛り2個と特盛り1個、スキパス使って全く同じ値段。なんですが、並盛り2個買えばもちろんお肉の量は2倍。そしてご飯の量も2倍になります。しかし、特盛りはお肉の量は2倍ですが、ご飯の量は約 1.4 倍。ということで、お得度で言うと、並盛り2個買って、スキパスの2口使うと断然お得です。もちろん前提として、スキパス200円で購入しなければいけないので、その200円分はもうすでに元を取っているっていう意味での計算にはなりますが、お得度で言うと、ご飯の量が増えるだけですが、並盛りを2個注文した方が、特盛りを頼むよりお得です。なので特盛りはスキパス使って頼まないでください。ありがとうございました。このチャンネルではこういったちょっとしたお得な情報を公開するとともに、日々の Vlog 生活を通してお得情報はどうやって使っていくのかっていうのも皆さんにお知らせして、どんどん皆さんにそのお得情報を使っていただきたいなと思って動画を作っております。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サディカップ、バイバーイ。